隣国の5つ星ホテルで女性にとっては信じられない問題が発覚し、批判が殺到しているようです。それに対するホテル側の言い訳が、記事によると、チェジュ島のソギポ市にある5つ星ホテルグランド朝鮮チェジュの女性用サウナについて、外から内部が見えているという通報が警察に寄せられた。ソギポ警察署の話では、13日の午後3時頃に同ホテルの利用者から通報があり、スイートルームに付随する女性用サウナとトイレの内部が外から見える構造になっており、裸を見られる恐れがあると相談を受けたという。警察はホテルの監視カメラの映像などをもとに事実確認を進め、目撃者の有無を調査した。15日にはチェジュ島の5つ星ホテルのサウナで裸を晒されましたという題名の文章がポータルサイトに掲載された。同文章の筆者は、新婚旅行で同ホテルを2日間利用したといい、サウナの窓ガラスはフィルムコーティングがされていて、マジックミラーのように内側からのみ外の景色が見えると思っていたものの、滞在最終日の散歩中に外からサウナの窓を見ると中にある温度計の文字まで見えたという。またホテル側は、窓ガラスにコーティングがされていて日中は外から見えず、夜はブラインドを下ろしていると答えたが、私の滞在中にブラインドが降りていたことはないと指摘。1泊80万ウォン、約7万7000円以上の金額を払って他人に裸を晒すという侮辱を受けたとし、ホテル側が公表していないため、他の利用者は被害にも気づいていないと続けた。ホテル側は、サウナの窓ガラスにはフィルムコーティングとブラインドが設置されており、天候や時間帯に応じてブラインドを使用していると主張した上で、サウナ内の一部スペースについては誤ってブラインドを下ろしていなかった場所が確認されたと認めた。さらに警察の調査を通じて監視カメラの映像を確認したところ、懸念された被害は見られなかったとし、今後も顧客の安全と利益のため運営に細心の注意を払うと述べているという。謝罪して賠償するのが当然なのに言い訳をするのはおかしい。誰が見たかではなく見えていたこと自体が問題だ。こんなホテルが5つ星だなんて、その判断基準疑うよ。被害がないとなぜホテル側が言い切れる？女性目線からすると信じられないですね。ホテル側の意見、警察の調査を通じて監視カメラの映像を確認したところ、懸念された被害は見られなかったとし、今後も顧客の安全と利益のため運営に細心の注意を払うと述べているという。1泊10万近くも支払って不快な思いをした方に対して運営に細心の注意を払うとだけ言われて、改善策などは一向に言及されてないって、二度と泊まりたくないと思うのですが、なぜ5つ星の称号も得られたのかもちょっと疑いますね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。本日のニュースはいかがでしたか？チャンネル登録、高評価もお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。